はいさーい、はいさーい、さあね、今日はね食レポ、レッツクッキングの人が、うん、ガチのレッツクッキングしてる。おー、なるほどね、やっちゃったっていう、やっちゃったらしいから。見せる、もう見せちゃう、ちょっと見せよう、見せようね。じゃじゃん、ここが鉄板食堂孫六、お邪魔しまーす。いらっしゃい店長、これめっちゃ多くないってお邪魔します。お邪魔します。はい、社長のマゴロックです。オープンおめでとうございます。 ありがとうございます。おめでとうございます。じゃあ、このお店のちょっとしたアピールいいですか。もうとにかく太れあえてこの時代に1キロ増やそう運動1キロ減らそうじゃなくて減らした分をじゃあ俺が戻すで、またどっから走ってきてなるほどね。基本的には全部もう鉄板の上に乗っけて、うん、暑さを保つみたいな。ああ、なるほどね。最後まで美味しく、熱く。で、これ、好きじゃん。この、こんなの大鉄板ね。モーリーもね、もう鉄板舐めちゃうよっていうぐらいもうね、めっちゃうよっていうのが。熱々もめっちゃう。じゃあもう、お腹すいた。お腹すいたね。早速ね、作ってもらおうかな。うん。いきますか。定食ですね。うまそう。鉄板カレーです。あ、なんかこれをかけるかけるさ。かけたらいい音なんだ。おお、はい。超香り立ちますねこれ。すごい。音と香りのね、食欲を鉄板カレー食べます。うん、カレー異常なし。なんかもっとほら、具体的な褒め言葉できるじゃあ俺そんな、言葉持ってなくて何しに来たのこれあれかな、ボリューム満点だし、いっぱい食べたいっていう人は、うん、ここに来ないと損する。じゃあ俺のも食べていいかな、うん、いただきます。はい、細く、うん、あー、はい、もう美味しい、もう美味しいあー、いい、いいな、そう、食べっぷりがいいね。これなんとかっていう牛丼やつぶれる焼きそば風のあれが入ってる。パスタ、なんかパスタ、これ混ぜた方がうまくね。そうそうそうよ、これ混ぜたらとんでもないことになる。結構あっさりしてるし、こういう塩梅のうまさ、ご飯とめっちゃ合うのこれ。そう、子供でも全然食べれるね。うん、美味しい。ちなみになんですけど、これ味噌って書いてあるやつ。はい、秘伝の味噌ソース、味噌。これ依存症になるとしか入ってる営業終了って言われるなやばい、超うまい。ちゃんと合法的なもんで作ってますじゃあ、マゴロクさんにレッツクッキングをしたお客さんは、唐揚げ、唐揚げさんです。あいい、忙しい時にやりに来たらちょっとそのままラリアットするはい、いい匂いもしてきて、そろそろ完成のようです。俺からも挑戦状だ。バカでしょ。やばい。なんじゃこりゃ。こちらマゴロック特製唐揚げ30個盛りです。唐揚げだけで総重量2キロ。2キロ。これ今回はね、挑戦状ってことだね。これを30分以内で食べれたら賞金出ます。賞金5000円。じゃあ今でいっときましょうね、うん、はい、いただきます。いけるんだこれ。入るの、これが、これが入るんだよ。考えてみて、ご飯ご飯もこれ 500g 以上ありますよね。あるね。いや、これやばいって、これ食えないよ。どうしたの。いや、もうちょいを任したくなったなるほど。ちょいちょいキャラかぶってるみたいな俺だってコメント読んでるんだよ俺が魚様言ってたら、ちょいが魚様や俺は一回ガツンと言っとこうと思ってジョイ来るのずっと待ってたんだから。マゴロックさん、カンに似てるっていうコメントめっちゃ多かったっすね。あ、ヒップホップの、うん、あ、これが新宿スタイル声も似てる、うん、じゃあ早速タイム測りますか、はい、行ってみましょう、はい、じゃあ30分一本勝負、はい、よーい、スタート。はい、始まりました。いけ、いただきます。味噌かける。
早いな、早いな。もうサクサク美味しい。周りの衣に米粉を使ってる。おお、すごい。片栗粉とは違う食感。なるほどね。あ、そこがまた食欲を食感、なんかすごいせんべいみたいになっちゃうんですよ。そうそうそう、いいね、美味しそう。はい、10分経過。半分ぐらい減ってない。早っ。嘘だろ。そろそろダメージ来てんじゃないの。ダメージちょっと味変える。味変える。いろんなタレがあるそうです。こちらチリソースとマヨネーズですね。チリソースマヨネーズ。これがもう加速装置になる可能性がある。はい、これね、味噌もある。ま、高血圧てかやべえ。すごい。10分でここまでいくと思わなかった。どうした、飲んでないか。唐揚げ飲み物じゃないよ。うん、いやこれはもう飲み物じゃない、酸素だよ。だけど肘ついてきてる。お腹いっぱいの人の特徴、肘突き出すね。あ、これはそろそろ楽しんだ。バレた、ね、奥に入れてる。奥に調整してる。テトリスごっこしてる。潰れてる今。二度つけ。そのルール大阪の串カツ屋さん。大丈夫よ。バイバイ、ね、バイバイ。これ食べたらバイバイするの。もうさっぱりするね、これ。おあ、なかなか梅の果肉とかが入ってるんですかね。ね、バイバイ。おお、おすげえ梅。食べたいよ。梅なだけにかん。これ食べない。まさかまさかまさか梅なだけに。ただ、もうお腹いっぱいかなっていう。あれあれ。じゃテンションはふんって上がったんだけど、胃袋はもういいです。そんなバカな。まだ半分じゃないか。今14分か。14分。ちょっと梅だれで頑張っていきます。はい。はい。あと5分。5分。10分。いけ。よし、余裕だ。よし。いけいけいけ。どんどん入れてけ。どんどん入れてけ。よいしょ。これ完全にお持ち帰りコースだ。よいしょ。パスタと野菜あるよ、パスタと野菜。よいしょ。いけるいける。なんかもうそのまま折りたためば200円で売れそうだ。もう一個。よいしょ。もう一個胃袋用意する？もう一個。よいしょ、すごっ。もう一個胃袋。すごいな。やっとぜ。さすがだな。5分前で入れ込んだっていう。取り外し可能胃袋持ってるとかさすがだな。簡単に言うと、今25分じゃないですか。吐きそうなんですね。結果、無理でした。結果無理でした。ってことは、勝利。マゴロクさん、勝利。イエーイ。怖かった。行かれると思ったもん。この量もう乾杯だよね。乾杯の量だよね。普通にこれでスーパー売ってるもんな。時間置いても美味しく食べれるようにしてるんで、今回は参りましたって言いましょうか。お腹いっぱいです。参りました。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。見事な食いっぷりでした。鉄板食堂孫六、ランチタイムは12時から3時まで、はい、ディナータイムが6時から11時まで、はい、日曜日定休日で、はい、もうとにかく安くてボリュームを追求していこうと頑張ってますんで、はい、ぜひ皆さん食べに来てください。多分概要のところにも出ると思います。じゃあハイテンションでいくぜ。レッ